えー、こんにちは。宮田雄二です、えー。今日はね。あのー、これまでと同じようにえ、中井ガス水情報局の延長線としてですね。 えー、脚本を書こうというようなですね、えー、まあんでしょうお話をさせてもらっているわけなんですけれどその第3弾ということで、えー、構成表をを作ろううとといいいい話をさせてもらいたいと思いますこれまでね発想表を作ってなんとかアイデアをこう少しまとめて企画書を作ってそれをまあ具体的な形にしてきて、えー、じゃあいよいよこう脚本を書くぞというようなですね段階になってくるんですが。 えっと結構ねこのストーリーをこう、まあ、小説のようにね文字で書いてるという中にはね、あのーまあ、どうしても抽象的な表現とかも出てきますし、えーまあ、映像にできるかどうかどうやって映像にするかっていうようなですね、えー、ところの、えー、細かいところまで書ききれない部分が当然あるので、えー、その前にですね、えーまあ、そういう中でですね 全体の構成を細かく、えー、作ろうと、えー、構成というのは、まあ、例えば映画の一番最初の始まりから、えー、一番最後の終わりまでどういうことが起きて、えー、どういうふうになっていくのかというようなですね、えー、話の構成をこうまとめるんですけれどよくね僕らだと大箱とかね箱とか箱っていうね作業なんですけれどねあのこの作業どいろんなやり方があってそれぞれ、まあ、流派と言いますかねあの自分の好きなやり方があるんですけど 僕の先生なんか大学の時の、ね、先生なんかはこの付箋にね出来事をいっぱいこう例えば出会う時に電車に座っていて。 目が合うとかですねなんかいろんなこう出会い方もアイディアがあったりするわけですけどそれをこういろいろこうわーって書いてですねそれを一つのところにこう並べてストーリーに並べていってあこの出来事はここにあるよりこっちの後に来た方がいいなとかですねなんかそういうことを考えながら全体の物語の構成を作っていくというような話なんですけれどんとこれをねやっておくと何がいいかっていうとこう脚本を書き始めて、えー、大きなね流れとして。 えー、こういうことがあってこういうことがあってこういうことがあってっていうのはまあなんとなく頭の中でできているんだけれど、えー、そこが絶対にねある種抽象的な部分も、ね、で出てきてしまうし、うん、と映像にするのがど難しいような場面も当然出てきてしまうので、えー、一つ一つのね場面をこう映像にするということを一つ意識してね、えー、と構成し直すまあ作り直すというか,か考え込むというごめんなさい。 えー、映像のね、えー、一つ一つの場面を、えー、まあ内容をね詰めるというかね、えー、そんなような作業になるんですけれど、えーまあ、例えばね最初の発想用のところで気象転結で大まかに、まあ、出会って何があってこうなってこうなってってのが出てほんでその後それを元にストーリーを作ってんでストーリーに沿うと大体大きなね大きな出来事っていうのはこう並んでいくんだけれどそれに付随するちっちゃなね うーん出来事というのが例えば電車に乗るっていうような場面がストーリーの中で想定されていたとして、えー、その電車に乗るという前後の場面とかね、えー、家を出てくるとかねなんかそういうところがないとつながりが悪いんじゃないかとかね、えー、こういうの構成を考える中でやっていくんですけれどねあのー、この構成をねきちんとやっておくと後でこう 脚本を、ね、書いていくときにあの、まあ、つながりがいいというか、まあ、書くことに困らないというかねここでなんかうまくいかないと結構脚本を書く中でごちゃごちゃしちゃったり、えー、自分が、ね、書くのに困ったりするというようなことが多いように思います、えー、ですので、えーまあ、ここまで大きく準備の段階ですよね発想表を作って企画書を作って構成表を作って えー、これをもっていよいよ、えー、脚本を作っていくわけですけれど、えー、脚本をね、えー、作るということのね技術的なこととか、まあ、次回になるわけですが、えー、ここまでのところで、まあ、脚本のねになるべきの大枠のドラマは、ねまあ、ほとんど完成しているわけですよ。えー、なので、えー、ここまでの中で、えー、自分がね 当初に考えたようなあ誰かに何かをこういいなって思ってもらえるようなことがね実現できているかどうかなんてことを考えながら、えー、構成を、えー、見直すというかあ見つめ直すっていうような機会に、ねえー、なるんじゃないかと思います。えー、それではね、えー、今日は構成表を作ろうということで、えー、お話をしてきましたが、えー、次回はね、えー、いよいよ脚本を書こうと。 本編とでも言っていいんでしょうかね。えー、お話をさせていただきたいと思います、えー。それではありがとうございました。さようなら。